はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。早速本日の題を読んでいきましょう。今日も一緒に共に学びましょう。プンプンプンと。本日の題は、初めて会う人とも楽しい会話ができるようになろう。こちらを今から読んでいきます。親しい友人とは楽しい会話がすぐできます。顔見知りの人であれば話しかけやすく話を広げやすいものです。それはいいのですが、親しい友人としか楽しい会話ができなければ少し問題です。社会に出て仕事をしていると初対面の人と楽しい会話をしなければならない場面がよくあるからです。社会人として世の中を渡るために親しい人だけではなく初対面の人とも仲良くできるような姿勢を作らなければなりません。それが本当の人間関係術です。楽しい会話ができるというのはすぐ相手と一体になれたということです。初対面の人ともすぐ仲良く会話ができることも同じく相手と一体になれたということです。一体になるためには入り込みやすいような開かれた心を持ち、相手を傷つけないように心を丸くしなければなりません。開かれた心と丸い心を持てば、すべての人と仲良く接することができるようになるのです。今日の格言。開かれた心と丸い心を持つ。なるへそ。確かにね、親しい人じゃねえや。初めての人とも会話ってすごい大事だと、思いますね。例えば旅先、旅行とか行って、結構自分一人旅とかするんですけど、行った時になんか居酒屋のマスターとかに話聞いたりとか話しかけたりとかしますね。でもなかなかやっぱその最初の一言っていうのがかけにくいですよね。でもやっぱなるべく知らない土地で知らない人と話すっていうのは絶対大切だと思います。今朝とか俺散歩とかしててもおはようございますって言っても返してくれないおじさんとかおばさんとか多いですからね。挨拶もできねえのかよと、ちょっと悲しくなりますが、かと言って自分もしない時もあるし、でも小学生とかちびっ子とかに朝おはようございますとかって言われるとちょっと嬉しいしね。ちょっとした一言をかけるのも大事、心がけていきましょう。今日も勉強になりました。ありがとうございます。